皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、小数と分数の混じった掛け算割り算について今回はお話しします。この小数と分数の混じった掛け算割り算、この計算は小数の部分を分数に直して計算します。これはなぜかというと、分数を小数にするとき割り切れないものが出てきて正確に計算できないときがあるからでしたね。ではこの計算練習問題4問一緒にやってみましょう。括弧1、3分の1割る 0.6 かける5分の2です。この 0.6 小数第1、つまり10分の1の位が6ですから、0.6 は10分の6という分数になります。ですから3分の1割る10分の6かける5分の2とこうなります。10分の6約分します。2で約分して下が5、上が3ですね。この分数の割り算って逆数を使って掛け算にしましたね。ですから3分の1かける3分の5かける5分の2こうなります。ここで5と5約分できるので約分しちゃいます。約分は計算の途中でする、これが原則ですね。で、分母は 3×3×1 で9と、分子は 1×1×2 で2と、答えは9分の2と、このように計算できます。括弧2番、5分の3割る 0.75 割る10分の3と、この 0.75、ね、5は100分の1の位ですから、これを分数に直すと100分の75になります。ですから5分の3割る100分の75割る10分の3です。100分の75を約分しちゃいましょう。これ約分すると4分の3になります。分数の割り算の部分は逆数を使って掛け算にしますね。ですから5分の3かける3分の4かける3分の10とこうなるわけです。約分できますね。3と3です。そして5と10も約分できますね。5は1になります。10は2になりますね。で、分母は 1×1×3 で3です。分子は 1×4×2 で8ですね。仮分数だったら3分の8ですね。これ対分数に直すと2と3分の2とこうなります。では3番です。 0.7×6分の1 割る 1.4 です。 0.7 は10分の7ですよね。で、 1.4 は10分の14です。ですから10分の7かける6分の1割る10分の14ですね。10分の14を約分します。2で約分すると下が5、上は7ですね。この割り算の部分を逆数を使って掛け算に直します。10分の7かける6分の1かける7分の5ですね。約分をします。約分は計算の途中でするというのが基本ですから、まず7と7を約分しましょう。そして10と5も約分できますね。どちらも5で割ってこうなります。下は 2×6×1 で2612ですね。そして上は 1×1×1 になりましたので1、12分の1というのが答えです。括弧4番に行きます。12分の5割る10分の3割る 0.15 です。 0.15、 100分の15ですよね。ですから12分の5割る10分の3割る
100分の15となります。100分の15は5で約分できますね。100は20になって15は3になります。分数の割り算の部分、逆数を使って掛け算にしましたね。12分の5かける3分の10かける3分の20となります。ここで12と20って4で約分できますよね。4で約分すると12は3で20は5になりました。ですから下は 3×3×3 で27、上は 5×10×5 で250です。過分数だったらこのままです。帯分数に直すと9と27分の7になります。このように小数と分数の混じった掛け算割り算は、小数の部分を分数に直してこうやって計算します。今回はこのことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。